ピアノ競争曲第19番へ、長上 K459 は、ボルフガングアマデウス・モーツァルトが作曲した、ピアノ競争曲である。1784年の12月11日に、ウィーンで作曲され、1784年に一気に、書かれた6曲のピアノ競争曲の最後を飾る、作品で、モーツァルトがピアニストとしての自活をかけて、自身の演奏会で弾くために作曲されたものである。 1790年の10月15日のレオポルト2世の体冠式を祝して催された演奏会でモーツァルトがピアノ競奏曲第26番体冠式計537と共に演奏したために第二体冠式という通称で呼ばれることもある。なお、作品目録に明記されているトランペットとティンパニのパートは実質譜にはない上、パート譜も発見されていない。だが、 ヘチョウチョウの作品ではほとんどこれらの楽器を用いていないという点から語気の可能性も残る。オランダのピアニストアーサースクンダーワードはトランペットとティンパニを両端楽章に入れた録音を発表しており外部リンクで聴くことができる。なお、第一楽章と第三音楽章にはモーツァルト自身の家電差がある。独奏ピアノ大、オーボエにフルート1、ファゴット2、ホルン2、バイオリン2部。 ビオラ、バス、上記の通り、三楽章からなり、演奏時間は約28分。ヘチョウチョウ、競争的ソナタ形式。モーツァルトの作品に見られる顕著な普天リズムによるリズム動機が対位法的な手法と絡めて、必要に出てくる。ハチョウチョウ、ソナタ形式風の二部形式。穏やかな長調主題と哀愁感が漂う、単調主題が、 オーケストラとピアノが対話するように織り込んでいく。へ長調、うち500小節に及ぶロンドである。基本動機を徹底的に使用しながら、フバートや二重風画などの対法的な手法も交えて、巧妙に作り上げている。ありがとうございます。